4代目と5代目を、だからちょうどいい相手でいいんですよ、はっきり言うと。自分の力をレベルアップする相手だから。別に、4人生存簡単にできて、楽々勝てて、ボットみたいな相手と戦って嬉しいわけじゃなくて、ちょうどいい相手と戦うことが大事だから、このゲーム。4代目と5代目の発電機をどうやるかっていうのに、のためにやってるだけだから、僕は。だから楽でしょ？はい。だから、ただ地下に釣ってとかっていう敵と戦う価値はないと思ってるんで、別に。はい。だからやめたっつうんです。やる気になれば、まあ、僕がちゃんとやってれば発電機回したかもしれないけど、多分、あっちの方のエリアの発電機大変になる。残り2台とか1台までは行ったかもしれないけど。行ったかもしんないけど、プレイスタイルが嫌い。終わり。もう、全部とこれ勝とうと思ってないから、もう。なんだろう。ああ。これ銀って言った方が良さそうだな。穴を置いたのここ。どこのステージマップ？電発電機さ、ああ、なんか、あれ？あれ？アザロフと？他の人が率先して動いてるから、まだ。ここに地下あるんだろうかね。見るの確認忘れたな。初期に作った方がいいよ。絶対離れる。理由？発電機なんだよ。僕らが余計なことをしないようにするためなんだよ。救助に行かない理由は僕らが発電機回せない状況を作られることがやばいんだよ。無駄なことをすると僕らが回せなくなっちゃうんだよ。耐久時間を計算に入れて発電機に回せると優秀。もうそのエースは捨てろ。簡潔に言うと。もう一つの発電機5割触れ。それだけで世界観変わる。苦しいけど、ヒロちゃんっていう人負傷状態で発電機回すから。この状態。言うこと聞け。3割か5割目標で回しとけ。それをできたかできないかで変わる勝負は。
ここにあるなら、めちゃ強い。小屋がないエリアだから、地下がないエリアだから。タイミング調整するか。ここの発電機9割。キラー接近したらつけるように対処取る。わざと。ここの位置に、ここにいると思わせないようにする。タイミング調整図る。キラーにそこの発電機の位置を読まれないために。同時ぐらいでつけたい。理想系。デッドバイの10番。女性が惚れるプレイヤー、デッドバイのエース、これがヒールちゃん。ただ美しい。ただここからが難関か。治療しよう。わ、美しい。捨てめヒロちゃんの見せるデッドバイ。あ、僕の事態に備えて、あまり3人の位置を守るのも嫌だけど、これはこれはヒロシャーだと思います。美しいデッドバイの10番って美しいんだね。このゲーム、発電機をただつけることが全てだという人がいる。すぐつければいいと思ってる。タイミングをずらす。あ、そうですよ。残り2台で、小屋がないエリア。小屋のエリアにいるはずなんですよ。前の試合のカニバルを思い出せばいいから、狙えばそこ、それだったらもう、アズレイヤー通電できるんですよ。あとゲートはこっち側にあればよかったんだけど、なかったんでね。うん。はい。まあ、勝って当たり前ですよ。はい。うん。あっちでの救助してる方に、まあ人は湧くんでしょうけど、地味な働きやってたのは、私なら木村ゆいのにですね、4代目を回した人。うん。3代目回した後に4代目ってか、まあ、5代目になりますかね。なんであえて遅らしたんだろうって私だったら思いますけどね。ちょうどのタイミングでつけるように考えたんでやったんだろうなっていう。状況判断です。はい。まあ、ゲートが向こうのゲートだったっていうのは誤算だったけど、唯一。あれでいいです。同時付けでもう。はい。多分こっち来ないです。いや、あんまり。多分おそらく。狙いがだってコルノパークならなおさら。うん。ちょうど良かったです。こっちの二つあったんで。うん。はい。三人がまあ戦ってなんとかしてくれたっていうのもあるし。発電機の位置が良かったっていう。でもね、野良の見てください。絶対ね、僕の位置の人が欠けるんですよ。みんな救助入っちゃう。そうなるとね、負けるんですよ。発電機回せないから。